ピートーク。はい、何でしょう。早いです。食い気味でしたよ。いやいや、もうね、毎週ワクワクしてますから。ありがとうございます。もう腹の皮よじれるかと思うぐらい。いやもう確かいろんなライブ出させていただいてますけども、はい、一番なんていうんですかね、喋りがいのあるこの場でございますから。もうリアクションがストレートですから、ね。ありがとうございます。この距離でですからね。はい、まあ僕ここで何度か喋ってるんですけど、結構その昼お客様呼び込み制のライブみたいな、はいはい、ラスタ池袋という劇場があるんですけども、うん、池袋のところで呼び込みさせていただいてます。はい、でお客さんにお声かけして劇場に来ていただいて、うん、で我々芸人がネタを見ていただくという、まあ、そういった、お笑いライブなんですけど、悪質なキャッチセールスってやつ。悪質なキャッチです。たまにほんま言われますけど大丈夫って。500円なんですよ。500円ポッキリポッキリとか。そうそうなんですよ。完全にワンコインですよってやばいな。逆にその500円の安さで他なんかないってなるんですけど、本当に500円でお笑いライブやってまして、はいはい、で、これ結構前なんですけど、うん、スタッフさんに僕司会 MC もやらせてもらうことが多くて、はい、で打ち合わせとか普段ないんですよ。もう同じような感じでお客さんに喋ってなんですけど、急に「あ、すいません、ちょっと小倉さんいいですか、打ち合わせが」って言われて、で1回打ち合わせあった時が、そのここで1回喋ってるんですけど、オーストラリアの国営放送が密着に行ってるっていう、 ありましたね、はい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 、オーストラリア人クルーが大量に来るっていう、とんでもない怖かったっていう、はい、でそれ以来の打ち合わせやったんですよ。もう怖いと来たな、な、まあ、次はどこの国のなんやと思って、うん、行ったら、うん、あ、小倉さんすいません、そんな今日はその密着とかテレビじゃないんですけどって言われて、うん、ああ、ほなじゃあ全然気楽やと思って、あのハリウッドスターがネタやるんでって言われて、うん、どういうことってなって、うん、な、何言ってんのってなったら、ジュマンジとか映画あるんですけど、はいはい、イエスマンって映画いろいろあるんですけど、リス・ダービーさんっていう俳優さんがいらっしゃって、はいはい、ハリウッドスターの方がいらっしゃって、はいはい、なんか忘れてたんですけど、テレビやったのか、まあ、日本に来てて、うん、何の流れか分かんないですけど、舞台に立つってなったんですよ。すげえ話だ。すごい話じゃないですか、はい、でその時もしかやらせていただいてたんで、初めにちょっとその話してほしいであったりとかいう打ち合わせやったんですけど、もう訳が分からんと、うん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 、ハリウッドスターが何するんや。でもまあ結構向こうの方でもともとスタンダップコメディやってた方が多かったりとかなんで、でもう本当に通訳なしで英語で英語でそのやると、もうかっこいい。それでもやっぱ多分表現力とかで伝わるんかなと思いつつ、はい、でまあ呼び込みに我々は行くんですけど、もちろんそのスターに呼び込みなんかねさしてさすわけにはいかないですから。やってくれたら面白かった。ただでもそのサンシャイン60度に出て、はい、そうやってなんかやってくれたんですよ、ちょっと。へえ、すごいじゃん。ハッピーとか来て、はいはいはい、もうやっぱもうすごいええ人やなと思って、うん、でもやっぱオーラがあるんで、あれ何やろってちょっとやっぱ普段と違って人が集まるんですよ。はいはいはい、はい、そしたら映画ジュマンジのとか言うと、おーってなって、うん、ネタってなって、みんなやっぱ興味引いて、やっぱいっぱいお客さん来てくださって、はい、でそろそろ始まる時間やないう時間の10分15分前になったら、リス・ダービーさんの姿見えなくなったんですよ。ほう、あれどこ行かれたんかなと思って、出番は別にそのすぐじゃないんですよ、うん、真ん中らへんなんでまだ余裕あるけどな思って、うん、で僕は司会行って、でもリス・ダービーさんの話もさせていただいて、うん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 、で準備できて、でどうぞって言って帰って、であれどこ行きはったのなと思いながら、もしおらへん方探しに行かなと思って、うん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 、外出たら、うん、ビルとビルの間の狭いとこで、うん、リス・ダービーさんが右手にスマホ持って壁に向かって稽古してたんです。うわ一緒やと思って一緒、うわうわうわすげえと思っていい、どこもやっぱりやることは壁に向かって時間かかって感動しちゃって。そういうもんなのね。そういうもんなんです。芸人さんってそういうことするのね。そういう、そうなんですよ。壁に向かってあんまなんかそんなんもないのかなと思ったら、すごい嬉しくなったというか、うんうんうん、仲間だって、ね、お笑いライブの前室と全く同じ光景が。なるほどなるほど、はい、でそのネタそのものはどうだったんですか。ネタそのもの僕英語全くわからんかったでもやっぱなんか面白かった。なんとなく言いたいことは、お客様には受けていたんですか。受けてました、受けてました。なんとなくその英語わからないですけど、その英語わからないでしょみたいなのもやっぱ言うてくれますし、なんかやっぱそのプロの技というか、すごいね。すごいですよ。その日本語使うとかでもなく、うん、英語でやっぱ面白かったっていう。へー、感動しましたね。それってテレビが撮ったとかじゃないの。ないかったはずです。あれは本当にただなんかやってらっしゃいましたね。じゃあそこに行った人じゃなきゃもう見られなかったってやつだね。なきゃ見えなかったと思います。もう貴重な機会だったわけだよね。しかもそれが500円ですからすごいな確かにそう考えたらすごいですね。すごい話だよね、それね。いやぜひね皆さんよかったらたまにね池袋来てくださったらビルとビルの合間見たらハリウッドスターが練習してる可能性がありますよ。
もしかしたらいるかもしれないはい、よかったらラスト池袋の皆さんお越しくださいませ、はい、セリキュもありがとうございました、また明日もご覧ください。また明日、真面目に生きてると何があるか分かんないな確かに、はい